こんにちは、柴田です。今回はオービルの SG を鳴らし比べるんですけれども、これはですね、同じ89年製で非常にシリアルが近いんです。まあ、明確ではないんですけれども、まあ、多分同じところで作られてる。しかも非常に近い時期に作られているというところで、結構ね、面白い鳴らし比べになるんじゃないかなというところでございます。こちらの方はですね、千葉管楽器さんから借りてまいりまして、フルオリジナルになっております。で、こちらはですね、私の SG なんですけれども、これもね、パーツはオリジナルなんですが、ピックアップのカバーがですね、外されてるんですよ。ピックアップを変えたわけではないです。ピックアップのカバーが外されてるだけです。まあ、同時期に作られたこの SG が、どれぐらいのね、個体差があるかっていうのをね、見ていきたいと思います。で、まずはですね、このカバードついている方からいきましょうか。ではまず生音からお聞きいただきましょうかね。非常に張りがあっていい感じですね。うん。ではリアからいきます。硬い感じで、ではセンターですね。フロント、では続いてカバードが外れてる方になります。まあ、生音の質が非常に似てますね。うん。ではリアから、こっちの方がなんか枯れてますよね。うん。やっぱ抜け感ありますよね。もう一度このカバーの方のね、リアを。もうなんか優しい感じしますよね。ちょっともう一度カバーなしのリアです。こっちの方がね、暴れてますよね。枯れた感じがします。で、続いてセンターいきましょう。こっちの方がね、主張が激しい。これにちょっと歪みを足します。これぞ SG ですね。割とね、フロントがね、おとなしい。リアはね、暴れる感じなんですけれど、フロントはね、割と落ち着いてますね。
カバーありの方ですね。割と控えめな感じ。全体的にね、このカバーの方は落ち着いてる雰囲気。これカバーありなしの問題じゃないぐらい結構差がありますね。ピックアップのね、もう出力の差がね、結構あるんじゃないかなというふうな感じです。このカバードの方はね、結構ね、しっぽりめな音楽の方が合いそうな感じですね。まあ、やはりね、同じ年式だとしても結構差がある。弾き心地だったりとか、この質感、この辺はね、全然変わんないんですけど、若干ね、塗装の濃さもね、違ったりするんですよね。ちょっとこっちの方が若干ね、濃いんですよ。材はね、同じものを使ってると思うんで、ネックの太さだったりとか、まあそういったところはね、同じなんですけれど、やはり出てくる音はね、ギターそれぞれ違うなというところでございます。なのでまあ同じギターでもそれぞれね、好みの音が違うと思うので、やっぱりね、鳴らしてみるっていうのは非常に大事なんじゃないかなというふうな感じがしました。ご視聴ありがとうございました。シーボードでした。